3月にまたセミナーを開催したところ36万円の商品が3本入れました。基本的に大体 30% 超えればね、基準値としてはいい方って言われる中で 50% 成功出されているということですね。皆さんこんにちは。こんにちは。で今回はですね、キャリアコンサルタントのまゆさんが販売開始90日で108万円の売り上げを達成したインスタ集客術というテーマでね、インタビューしていきたいなと思うんですが、本日はよろしくお願いいたします。お願いします。今の業種教えていただけますでしょうか。40代50代の企業初心者のためのインスタ集客専門家をしています。実際にその販売の動線であったりとか集客動線の構築とかもされていらっしゃるということで、はい、今は女性起業家向けのキャリア構築っていうところをメインにねされていらっしゃるということですね。早速入学のきっかけとかも聞いていきたいと思うんですけども、ぶっちゃけこう SNS のスクールとかって今ものすごい数多いじゃないですか。その中で一応選んでいただいた決め手とかそういったものもあれば教えていただけたらと思うんですが、元は派遣でお仕事をしていたんですけれども、はい、コロナ禍で派遣の仕事がなくなってしまいまして、はい、何か始めないといけないなっていうふうに思っていて、そこで SYK さんのオンライン初心者でも始められる SNS クリエイター講座をまず学ばせていただいていまして、運用代行副業としてやっていたんですね。元 LINE や声優について学んでコンテンツを作って集客コンサルタントをしたいなと思ったので、そこで SYK さんの大人の企業専門学校なら信頼できるなと思いまして、 SNS を学ぶなら SYK さんだっていう形で入学させていただいたという流れです。よくマーケティングのスクールとかもうち以外にもいろいろある中で SYK に決めていただいた一番の決め手っていうのはどういったあたりですか。テンプレートはやっぱり豊富なのと、すぐ実践できるノウハウっていうのがあって、 SNS 自体も最新のものを常に教えていただけるので、SYK さんで学ばせていただきたいっていうふうに思いました。早速ですね、入学後の成果ってとこも聞いていきたいと思うんですけども、売上とかリスト数的に言うとどんな感じでしょうか。自宅学習サイトっていうのをしばらく作っていたんですけれども、そこからセミナーを開催して、2月は36万円の売上を上げることができまして、3月にまたセミナーを開催したところ、36万円の商品が3本入れました。今集客状況っていうと、LINE アットにどれぐらいリストが取れてる感じですか。毎月今100人以上はリストが取れている状態です。入学後の成果というところですけど、入学前の段階ってその集客面であったりとか商品がそもそももともとあったのかっていうところとか、そういったあたりもちょっと聞いていきたいと思うんですけども、入学前っていうのは商品がなかったんですけれども、うん、入学した同時に自宅学習サイトを作りたいなと思いまして作り始めたっていうところなんですけれども、 LINE のリスト数で言えば入学前は1ヶ月に 3,4 人ぐらいだったですね。これが今月100人以上集客できてるっていうところは単純にね25倍から30倍ぐらい集客でうまくいってるということですよね。入学前は全然集客ができていなかった状況から今集客できるようになった秘訣ってところをね詳しく次の項目で聞いていきたいなと思うんですけども、実際にですねこちらまゆさんのインスタグラムのアカウント今表示させていただいているんですが、フォロワー数で言うと今9926人ということで、もうすぐでね1万フォロワー達成されるとねいうことですけども、こちらからですね LINE アットに集客をするってなった時にインスタグラムでフォロワー増やしていく方法を知りたいよって方もね視聴者の方多いと思うんで、まゆさんがインスタで集客するために気をつけてるポイントっていうのをちょっと教えていただけますでしょうか。一つ目はプロフィールなんですけれども、うん、私の場合プロフィールの一番上にプレゼントタイトルを上に持ってきてるんですね、はい、こちらですね0から3週間で1000フォロワー安定して売り上げを上げるための集客7大特典ということですね。一時期集客があまりできなくなった時にプレゼントネーミングっていうのをファストビューのところに持ってくることで、うん、友達の増えがまた良くなったっていうところがあるので、うん、プレゼントネーミングを上に持ってくるのがコツになります。大体みんな多くの人ってプロフィール見てそこから URL クリックしようかどうかっていうのを考えるので、タイトル上に持ってきてあげたっていうところもねポイントだと思いますし、40代 SNS 苦手元派遣が月商100万っていう、これはご自身のね実績とか成功エピソードっていうのをしっかりとここに記載をしていただくことで、40代ってのはやっぱネーミングを絞るっていうのもね結構これうまいなと思ってて、年齢を絞るからこそ30代の人も50代の人も私でもいけますかっていう形で逆に来るっていうね効果もあったりしますので、うまいなと思いますね。2つ目のポイント教えていただけますでしょうか。投稿になります。一番最初の1行目って続きを押さないと見えないと思うんですね。そこのファーストビューにいかにいた方が興味を持ってくれて続きを押して続きを読んでくれるための興味を引くようなワードを入れるっていうのがコツになります。一番直近の投稿ですと売り込まなくても売れていく3つのセールスの秘技、セールスは得意ですかっていうね疑問系の語り口調で文章が始まっていたりとか、こういったところも意図的にされていらっしゃるということですね。投稿もね非常に見やすくてスライド形式でめくれるようにされていらっしゃると思うんですが、実際この投稿とかって何で作られて
てきますか、アプリとか。キャンバで作っています。みんなキャンバ使われてますよね、はい、結構手間かかりそうだなと思う人も多いと思うんですけども、これって実際どうですか、はい、2時間とかはかからないですね。キャンバで型を作っておいて、それを毎回文章だけ変えるっていう形で、見た方が楽しく読んでもらうためにイメージしやすいような写真とかイラストとかを差し込んでいくっていうところの作業です。多少は時間かかるんですけれども、うん、1時間以内では作れますね。しっかりとこのキャンバでね、テンプレートを1回作ってしまえばあとは楽であると。3つ目のポイントは何でしょうか、はい、フォロー周りですね。私1日に100件ぐらいフォローしているんですけれども、うん、自分の同業者をまずキーワードで探していただいて、同業者の方の最新の投稿にいいねしている方をまあフォローしていくっていう形なんですけれども、うん、連続して100フォローしてしまうとアクションブロックにかかってしまう可能性が高いので、うん、3時間ぐらい空けていただくっていう形で、朝30、昼30、夜40っていう形で3時間ぐらい空けてやっていただくのがおすすめの形になります。同時に一気に100とか200とかやってしまうとアカウント2週間ぐらい投稿できなくなってしまうというアクションブロックっていうね、最も恐ろしいブロックがあるんですけども、それ引っかかないような配慮としてちょっと休憩して1日3回に分けてフォローをやっていただいていると。先ほどの前さんの同業者を見つけて、その人の投稿にいいねしてる人にフォローしていくっていうやり方なんですけども、狙いとしてはまゆさんの場合は女性起業家で集客に悩んでいる個人事業主の方がメインターゲットだったりするので、そういった人たちを多くフォロワーとして抱えている、例えばインスタ集客の同業でやっているコンサルタントの人だったりとか、もしくは同じような情報発信をしている女性起業家の方の投稿を見つけて、その投稿にいいねしてる人っていうのは少なくともインスタ集客に興味があるということなので、その人めがけてダイレクトでフォローしていって、そうするとまゆさんからフォローされましたって通知がいって、自分のプロフィールにアクセスしてもらうっていうところでフォロワーを徐々に増やしていくっていう、こういう戦略になるということですね。フォロー周りの延長線上でコメント周りの仕方についても詳しく知りたいですって方、視聴者の方も結構多いと思うんですけども、コメント周りとかはどういう風にされてますか？手動で打っていくとすごく時間がかかってしまいますので、いつも使いそうなワードとかですね、素敵な投稿ですねとか、参考にさせていただきますっていうワードを iPhone とかで辞書登録していただいて仕込んでいけば、時短でコメント周りができることになりますので、おすすめになります。ぜひ皆さんもね、スマートフォンで辞書登録のやり方って調べると出てきますので、あれやることでコメント周りのね、時間とかものすごい短縮できますよね。僕のところにも来る質問で、コメント周りって100人全部コピーペーストでいいんですかっていう質問めっちゃ来るんですよ。この辺ってまゆさんはどうされてますか？絶対やらないでいただきたいっていうところですね。これもブブブってことですね。私も昔ですね、やったことが実際あるんですけども、アクションブロックにかかってしまいまして、なので絶対やらないでいただきたいなっていうところですね。コメント周りも、例えばこれぐらいやったら3時間休憩するみたいなルールって設けられてますか？朝30やって、3時間ぐらいは空けて、昼30やって、夕方の時にも40やるっていう形でしていただくと、最近全くアクションブロックにもかからずやれているので、安全なやり方になります。それらを実践することで、実際インスタから今 LINE 公式アカウントに月100人以上ね、集客成功されているということで、 LINE アットから販売までの動線っていうところも詳しく聞いていきたいと思うんですが、 LINE アットの日々の配信を行っていって、最終的には個別相談ですか、それとも勉強会とか、もしくはセミナーみたいな形で販売をされていらっしゃるんですか？月に1回セミナーを基本的にやる形にはしているんですけれども、場合によっては別相談っていう形もやったりはしています。初めて Zoom セミナーをやったのっていつなんですか？自宅学習サイトを作り上げてやり始めたセミナーっていうのは2月になります。初めてのセミナーって緊張しませんでした？はい、緊張はするんですけれども、楽しくセミナーをやれています。1回目のセミナーの成果っていうのはどんな感じでしたか？36万円の商品を1人にご購入いただけました。実際にそこから3月セミナーで3件ご契約いただいて108万円の売り上げと。セミナーで販売される時っていうのは、なんか意識されてることとかってありますか？一方的に話す感じにならないように、うん、参加者さんとコミュニケーションが取れるように質問を結構したりしますね。あと呼びかけとか、誰々さんどうですかっていう形でお名前をお呼びしてコミュニケーションを取ってるっていう形です。 Zoom セミナーで売れてる人って本当にそのコミュニケーションっていうのをしっかりやっぱ取れてる人なんですよね。例えば僕がセミナー参加しています、まゆさんと話した回数が多ければ多いほど接触回数が上がっていって、信頼関係っていうのが徐々にやっぱ構築されていきますので、皆さんもぜひね、セミナーされるときは参加者の方を巻き込みながら進めていくっていうところが制約率を最大化させる一番の秘訣ということですね。今回そのセミナーの制約率ってところ、例えば3月の場合ですと何人セミナーに来て何件制約という形でしたか？セミナーに6名来ていただいて3名がご制約になりました。30万以上の高額商品で 50% ぐらいのね、制約率が出されていらっしゃるということなので、基本的に大体 30% 超えればね、基準値としてはいい方って言われる中で 50% 制約率出されているということですね。 LINE アットの配信を頑張ってるんだけども、 Zoom セミナーになかなか集客できませんっていう悩み持ってる人も結構いると思うんですけども、まゆさんの場合はどういう風に LINE からセミナーに誘導されていらっしゃいますか？だって締め切りがないと動けなかったりするので、今日の24時までに申し込んでいただいた方に特別特典
点がつきますよっていう形だったりとか、成功する人って行動する方なんですよねっていう形で背中を押してあげるような発信をしていくことを気をつけています。締め切り効果とお客様の背中を押してあげるっていう形での日々のねモチベーションアップであったりとか行動することの大切さっていうところを発信されているということですね。まやさんからいろいろノウハウを聞かせていただいたんですが、最後にですね下の概要欄の方からまやさんのね LINE も貼っているんですけども、登録いただくと0から3週間で1000フォロワー達成、安定して売り上げるための集客7大特典プレゼントっていうのもね無料で今だけもらえるそうですので、こちらもぜひ概要欄からね登録してチェックしてみていただけたらと思います。まやさんのね日々の LINE 配信も非常に勉強になる部分多いと思うのでね、そちらもぜひチェックして勉強してみてください。まやさん本日はお時間いただき本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい、皆さん今日もね動画最後までご視聴いただきありがとうございました。私の LINE ではこちらに出ている豪華7大特典っていうのを今だけプレゼントしております。実際弊社がインスタグラム累計100アカウント以上運用してきた中で体系化した今最新の最も熱いインスタグラムを使ったノウハウの講義動画や LINE アットの配信で制約率を2倍3倍と高めることのできる配信のテクニック系の動画、そしてうちがですね3年間で累計8億以上の売り上げを作ってきたそのマーケティングのね本質をまとめた累計150分相当のですね動画講義っていうのをね無料でプレゼントします。さらに今だけ弊社をね出させていただいている書籍、こちらもね無料で受け取ることができますので、興味ある方は下の概要欄から今すぐ LINE で登録いただいてプレゼントもねゲットしてみていただければなというふうに思います。そして私の YouTube ではですね日本一実践的で分かりやすい SNS の集客に役立つ再現性の高いノウハウを日々配信しておりますので、非常に重要な情報を見逃さないためにもですね今すぐぜひチャンネル登録もポチッと押していただけたら嬉しいなというふうに思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。